しほみのお便り。秋を満喫したいと思っています。良い方法を教えてください。なるほどね。まあ、シンプルですね。秋はね、いろいろあるからね。スポーツの秋、はい、食欲の秋、読書の秋。まあそうだよね、うん、秋の夜長ともいいよね。そうですね、秋の夜長ね。秋の夜長を堪能するにはね、どうしたらいいかな、ということで今から夜長くんに電話したいと思います。はい。はい、もしもし、夜長ですけども。もしもし、夜長くん。お疲れ様です。はい、神谷ひろしです、どうも。あ、お疲れ様です。今大丈夫？あ、大丈夫です。大丈夫？はい。秋の夜長って言うじゃない。はい、秋の夜長くんはさ、はい、何してんのかな。突然です。どうしたんですか。いや、秋の夜長くんは何してんのかなと思って。秋の夜長ですね。とりあえず枝豆が好きなので、親が茹でてくれた枝豆をこうつまみながら、ベランダでこう沈んだりしてますね。そもそもさ、与永くんはさ、秋好き？はい。秋は比較的好きですね。あれ？もしかして秋生まれ？違いますね。僕は1月生まれなので、冬です。秋でさ、はい。なんか一つダジャレ聞きたいな。はい。なん、え、お秋にちなんだダジャレが聞きたいな。秋の夜長くんのダジャレ聞きたいな。突然ですね。はい、わかりました。じゃあ行きますね。あ、ちょっとサンマ。あー、もうやだ。何ですかこれ。何あー、うっかりしてた。何、これ夜長違いだ。ごめん、間違えなかった、はい、ごめんね。またね、バイバイ。またメールちょうだい。じゃあね、はい、ごめんごめん。お疲れ様です。バイ。いやー、ちょっと返してたわ、やっぱりね。なんかこう、一応一石に飽きるようなのが、まあ、できないみたいだね。そうですね。僕はちょっと失敗した感じがしたんですけども、この秋の夜長。秋の夜長。あ、僕もやってみてもいいですか？うん、秋の夜長トライしてみる？そうですね、もうちょっと堪能できるかもしれないですね。まあ、僕はちょっとね、うっかりミスでね、いや、あれはうかつですよ、ちょっと。意外と楽しめたんだけどね、僕は。はい、もしもし、夜長ですけども。あ、もしもし、夜長くん。あ、お疲れ様。もしもし。はい、はい、夜長ですけども。小野大輔です。あ、小野さん、はい、お疲れ様です。どうしたんですか。モス。え、何ですか、何ですか。秋の夜長って言うじゃない。はい。秋の夜長くんは何してるのかな。秋の夜長はですね。ビール片手に。月を見てたりしますね。そもそも夜長くんは突然何も触れねえんだこれ。モス。はいはい。夜長くんは秋好き？はい、秋は比較的好きです。まあ好きですね。はい。え、もしかして秋生まれ？夜長くん。すごくもしかしてなんだけど。僕1月生まれで冬なんです。ああ、残念。何なんですか突然。何これ、全く意味が見えない。はい。ごめんね。はい。そう、はい、ヨナ君に、一個これ聞きたいことあったんだ。はい、秋で、秋で、何か一つ、ダジャレなんか言ってもらえると嬉しいんだけどな。え？秋で何か、なんかほら、ダジャレ。秋でダジャレですか？うん。秋にちなんだやつね。秋、突然、こんなダジャレ、ごめんね、突然。出てくるもんなんですか、これね。いきなり。
ちょっと待ってくださいね。うん。秋だよ。はい、あの、じゃあ、わかりました。あの、行きますよ。行きますね。モス。あ！まだなの？ちょっと待ってたけ。何なんですかちょっと何だろう。これだけ消えてなくなっていいっすか。何でこれ。うっかり。うっかり？これ。何ですか。夜長違いだ。なんだごめん、夜長くん、これ間違い電話だ。またね、バイバイ。ちょっと待って、バイバイ。はい、加藤先生、いかがですか。うん。先生もぜひ、秋の夜長くんに電話をしてみたら、何かが堪能できるかもしれませんよ。かわいそう。すごいな、うん、もうまだなの。ちょっと、まっさげ。下ネタです。で、このシルフ談話室では、毎週シルフの作家さんから僕たち宛に普通のストーリー、略して普通ストーが届くことになっています。ぜひラジオの前のあなたもシルフを手にラジオを聞いて、秋の夜長を共有していきましょう。嫌がるストーリーズ、そろそろ今夜のストーリーもエンディングの時間になってしまいました。いや今回はですね、本当にですね、秋の夜長スペシャルということで、夜長くんはですね、本当に素晴らしいですね。いや、あれいきなりね、電話して、はい、本当にガチで、はい、はい、相当テンパってましたけれどもね、うん、いやー、いいホームラン王で素晴らしい、ね、素晴らしいですよ。いやー、さすがですね、さすが大きく振りかぶってるね、彼はね。確かにもう、いや、素晴らしいですね。ギガンティックってるね、本当にね。最高でした。また来年も電話します。